ました。どうぞファンの皆様、大きな拍手をお願いいたします。さて、それでは大変長らくお待たせをいたしました。ただいまから玉川競艇グレード3モーターボートレディースダービー2001年女子リーグ戦競争第3戦の開会式選手紹介を行います。それではまず通競艇場で行われました2001年女子リーグ戦競争の第2戦優勝選手三重の柿内清美選手から優勝旗が返還されます。柿内選手お願いいたします。優勝旗の返還です。東京都四市競艇事業組合中村雅雄収入役へ優勝旗が返還されます。見事に今年の第2戦となります津で、女子リーグ戦競争津での第2戦制しました柿内清美選手優勝旗の返還、そしてこの後柿内選手にはレプリカが贈られます。はい、柿内選手にはレプリカが贈られました。ファンの皆様、大きな拍手ありがとうございます。それでは柿内選手、もう一度列の方に戻っていただきました。それではファンの皆様、お待たせしました。今大会出場49名の選手の紹介となります。水上のメーカーが勢ぞろいということで、こちら楽しいコメントの方も選手の皆さんにはお願いしてありますので、どうぞこちらの方もお楽しみいただきたいと思います。一人一人前のマイクのところに進み出ていただきまして、コメントをいただきますので、ファンの皆様、大きなご声援をその都度よろしくお願い申し上げます。それではまず今シリーズの選手代表となっています東京の田村美和選手からお願いいたします。おはようございます。今日はあいにくの天気ですけども、雨が降っても風が吹いても玉川競艇場開催してますので、女の蒸し暑いレースを見に来てください。はい、レースでも期待しています。続きまして、この後は登録番号順になります福岡日高一子選手です。今回は笹川賞出場で、地元のスターの浜村さんとか人気の寺田さんとか山川さんとかいないので、お客さんたちはがっくりでしょうけど、私たちはラッキーですので、鬼娘たちのいないうちに頑張ります。ラッキーというコメントもありましたがね。続いて同じく福岡になります中間真由美選手。久しぶりの玉川です。頑張ります。はい、頑張ってください。続きまして東海地区静岡徳松博美選手です。大丈夫ですか？おはようございます。すね打っちゃいました。レースではアクシデントのないようにいいレースを期待しています。続きまして埼玉の木村敦子選手お願いします。おはようございます。多摩川はとても力近い競艇場なので、友達も大勢来てると思いますので頑張ります。はい、頑張ってください。続いて静岡岩原香穂美選手です。頑張ります。続きまして埼玉柳沢千春選手。おはようございます。いつも多摩川成績悪くてすいません。今節こそ頑張ります。はい、続きまして優勝旗を返還してくれましたね、柿内清美選手です。多摩川大好きです。頑張ります。大好きということで期待しましょう。そして大阪の高橋敦美選手。もちもち行きますので様子見て買ってください。続きまして東海地区静岡佐田の久江選手です。久しぶりに多摩川でいいエンジン引きました。頑張ります。はい、いいエンジンということです。福岡東郷晴美選手。おはようございます。頑張ります。面白いコメントは考えられませんでした。すみません。この後は3月の女子王座戦優勝戦進出コンビということになりますが、愛知の谷川理恵選手から。おはようございます。多摩川大好きです。地元よりたくさん走ります。たくさん稼ぎます。頑張ります。はい、元気よくありがとうございます。続いてもう一人、福岡の大山博美選手。この前の多摩川の優勝戦の時の賞金はもうありません。また一から稼いで帰ります。はい、頑張ってください。続いて近畿地区兵庫の上光代選手。同期のすみさんは600勝したそうですが、私はまだ100勝してません。頑張ります。はい、続きましてその広島すみひとみ選手です。多摩川走らせれば日本一の下手くそを応援してください。
はい、続いて千葉の柏田香織選手。スタート遅いけど大穴出して頑張ります。はい、頑張ってください。女子王座戦活躍が光りました岡山の福島陽子選手です。おはようございます。このゴールデンウィークは、温泉に行ってのんびりしてきました。気分もリフレッシュしたところで今日はしっかり走りたいと思います。はい、続いて四国地区徳島の浜西めぐみ選手。はい、レースは期待しています。続いて北陸福井の牛尾田博子選手です。おはようございます。休み明けむっちりミックスの牛尾田、よろしくお願いします。続きまして東海地区静岡松瀬博美選手です。玉川好きです。この中は大好きです。でもゾウさんがもっと好きです。はい、ありがとうございます。四国になりますね、香川の小松原恵美選手。ファイトコマッチで頑張ります。はい、続きまして福岡本山春代選手。最近太る病気ですがエンジンはいい感じです。準優目指して頑張ります。はい、頑張ってください。続きまして、四国になります、愛媛の池千夏選手。変身玉川女子王座の再現見せるぜ。はい、力強くありがとうございます。続きまして神奈川のアハレン文子選手。ありがとうございます。久しぶりの玉が頑張ります。はい、頑張ってください。そして、埼玉の中里優子選手。おはようございます。前節江戸川で荒波に揉まれてきました。玉川の水面を見ると心が和みます。玉川最高。はい、心が和んだところでいいレースを期待しています。前後列入れ替わりましたね。続いて京都の水口幸選手です。おはようございます。頑張ります。はい、頑張ってください。続いて九州福岡の武藤彩子選手。おはようございます。一生懸命走りますので応援してください。次は熊本の岩崎よしみさんです。ボケるらしいです。ご紹介ありがとうございます。熊本岩崎よしみ選手、お願いします。おはようございます。頭が悪いのでボケれません。しっかり笑いを取っていただきましてありがとうございます。四国地区徳島の浅田千秋選手です。いつもにも増してチビのくせにデブですが頑張ります。はい、続いて岡山の平井沙織選手。おはようございます。玉川は久しぶりです。頑張ります。はい、続いてお願いします。九州地区佐賀の太田雅美選手です。船券が換金できるように頑張ります。そして地元メンバーになりますね、茨城香山優子選手。一生懸命頑張ります。はい、続いて東海地区です、三重の西村めぐみ選手。おはようございます。玉川大好きです。頑張ります。続いて埼玉延べ香織選手。おはようございます。頑張ります。続いて千葉の清水久美子選手です。ございます。玉川は地元なんですけど3年ぶりです。頑張ります。はい、頑張ってください。そして四国地区徳島横西かなえ選手。忘れた人も多いかもしれないですけど復活しました。頑張ります。皆さん忘れられてないと思いますが、続いて岡山の森岡真希選手です。久しぶりのような気がします。また頑張ります。はい、続いて京都の三上陽子選手。頑張ります。四国地区徳島です、森脇まどか選手です。おはようございます。前回玉川ボロボロやったんで今回は大嫌いな清水面ですけどちょっと頑張ります。名前間違えてすいません。続いて滋賀の山本愛選手。おはようございます。頑張ります。そして千葉の岩木真美選手です。おはようございます。最近スロットに凝ってるんですけどどんちゃんにはまり続けて負け続けてます。スロット代稼いで帰りたいと思います。地元水面頑張ります。はい、しっかり稼いでください。そして兵庫の中谷智子選手です。おはようございます。絶対頑張ります。続きまして中国地区岡山の三松直美選手。おはようございます。今年初の女子リーグでナッチスマイルを皆さんに見せれることができて とても光栄に思います。皆さんも幸せですか？
はい、ありがとうございます。続きまして北陸福井の池田幸美選手です。はい、あとは選手5人ということになりますね。引き続いて大きなご声援お願いします。東海地区静岡の新見恵選手です。おはー、多摩川初出走です。では私の特技を、目立てるよう頑張ります。はい、どうもありがとうございます。続いては愛知の永井雅美選手。私も真似してやります。できなくてすいませんでした。はい、レースの方は頑張ってくださいね。続いて神奈川の小野さくら選手お願いします。はい、アナウンサーにもとい、滋賀出身です。滋賀県に変わりました。多摩川の水面でいろいろ勉強してきました。皆さんに少しでも恩返しできるように小野さくら頑張ります。どうぞよろしくお願いします。はい、頑張ってください。元地元メンバーということで引き続いて大きなご声援受けるんだと思いますが、小野選手に続きましては東海地区静岡の大滝明日香選手お願いします。おはようございます。岩原さんのお母さん見てますか？最終日は日曜日じゃなくて月曜日です。応援お願いします。はい、どうもありがとうございました。続きまして、ラストということになりますね。岡山金田由紀子選手お願いします。おはようございます。今節は一生懸命頑張りたいと思います。将来の夢は空を飛ぶことです。はい、飛んでください。以上49名の選手、一言ずつ各選手から本当に個性豊かにコメントをいただきました。どうぞもう一度花束を持った各選手に大きな拍手ご声援をよろしくお願いいたします。さて49名の選手紹介が終わりました。この後はファンの皆様へ選手からの挨拶が行われます。今大会メンバーを代表をして千葉の岩城真美選手にお願いします。岩城選手、前にどうぞ。しっかり挨拶の方も練習してくれたんじゃないかと思いますが、期待してください。岩城選手です。おはようございます。早朝よりのご来場誠にありがとうございます。青葉の香るこの季節、私たち女子選手49名は女らしく美しいレース、また五月病も吹き飛ぶ迫力のあるレースを心がけ一生懸命走りますので、最終日最終レースまで応援のほどよろしくお願いいたします。平成13年5月9日選手代表岩城真美。はい、岩城選手どうもありがとうございました。それでは岩城選手、花束が贈られます。岩城選手、選手を代表しての挨拶でした。本当によくできましたというね、見事な挨拶だったんですが、岩城選手には激励の花束です。東京都四種協定事業組合中村雅夫収入役から岩城選手に激励の花束です。引き続きまして激励の花束、今度は出場選手全員へということになりますが、代表して選手代表の田村美和選手に贈られます。今大会のメンバーのまとめ役ということになります。東京の田村美和選手、この前の女子王座戦では準優勝戦まで駒を進めています。活躍を見せてくれました。その田村選手に花束が贈られます。大きな拍手をお願いします。本当に楽しくステージの方も進んでまいりました。時間と